乃木坂46の3期生、久保しおり21は、7月11日にファースト写真集、交差点、集英社を発売。1年かけて撮影した今作で、久保は初の水着&ランジェリー撮影にも挑戦し、新たな一面を見せている。モデルプレスでは、発売決定時の心境や撮影までの体作りに迫った。インタビュー前編、久保しおりファースト写真集、交差点、本作の主な舞台は、久保の地元、東北。子供の頃から何度も訪れた両親の地元である、宮城県にある田代島や山形県尾花沢市も訪れており、まるで一緒に帰省をして、地元を紹介してもらっているような気分になれる構成となっている。また、初々しさあふれる水着と大人な色っぽさが漂うランジェリーカットにも初挑戦。東北随一の透明度で知られる宮城県阿智島のビーチなどでの水着シーンでは、しなやかな美ボディを披露。温泉街やホテルの一室でのランジェリーシーンでは大人な表情も見せている。バル、久保しおり。ファースト写真集発売の心境を語る。まずは、写真集の発売が決定した時の心境から教えてください。久保、写真集を出すことは加入当初からの夢でしたし、同期が出している姿を見て、いつか自分も、と思っていたので、素直に嬉しかったです。私はもともと写真集が大好きで、いろいろな方の写真集を見ては、自分はこうしたいな、と理想を膨らませていたので、今作で理想をたっぷり叶えることができたことは本当に幸せでした。久保さんはどのようなアイデアを出したのでしょうか。久保、私は宮城県出身なので、東北地方で撮影したい、という思いがあったのですが、前編東北で撮影させていただいた上に、父と母の地元で撮りたい、という希望まで叶えていただきました。それに、今作は1年かけて撮影していただいたのですが、それも自分がやりたかったことの一つなんです。写真集を通して東北の良さを伝えたい、という思いがあったのですが、この一冊には冬の綺麗な雪景色から夏の豊かな自然まで、東北の魅力がたっぷりと詰まっています。実は湖でのカットも秋と冬の二度撮影していて、空が綺麗に反射している秋、湖が凍る冬の両方を楽しめるのもお気に入りです。久保さんの思いがたくさん詰まった一冊なんですね。衣装でアイデアを出した部分はありますか？久保、今回は旅行というよりも、一緒に帰省する、というテーマが良いと思っていたので、地元が東北ではない方にも懐かしさを感じてもらえるよう、全体的に飾りすぎない衣装をリクエストしました。基本的にはスタッフさんに選んでいただいたのですが、銀山温泉での白いモコモコの服や、赤のニットは特に気に入っています。どの衣装も久保さんの魅力が引き立っていて素敵でした。今回、水着とランジェリー撮影は初挑戦となりましたが、普段の撮影と違った部分はありましたか？久保、地元での撮影だったこともあり、あまり緊張はしませんでした。今作は1年かけて撮影したこともあって、大人っぽい表情作りについても、20歳から21歳になるにつれて、自然と大人っぽくなるのかな、と、時間に身を任せていました。1年間の表情の変化にも注目していただければと思います。久保しおり、撮影までの体作り明かす、撮影までに準備したことがあれば教えてください。バル、久保、撮影期間が長かったので、体型をキープしなきゃいけない、という意識は常にありました。でも、ライブや舞台なども重なっていたので、特別な筋トレをするよりは、疲れを残さないための体力づくり、がメインだったと思います。1年間モチベーションを維持することも大変ですよね。久保、運動は帰り道に数駅歩く程度だったのですが、私は外の空気や風を浴びながら季節の音楽を聴くことが好きなので、疲れた日でも全く苦にはならかったんです。それに、東北の撮影では美味しいものを我慢せずに食べる、と決めていたので、それもモチベーションになっていました。先行カットでは久保さんの透明感あふれる肌にも注目が集まっていましたが、スキンケア等で意識していたことはありましたか？
久保、外の撮影が多かったので、日焼け対策や保湿は徹底していました。私はありがたいことに、肌が白いね、と言っていただけることが多いので、皆さんが好きって言ってくださるものがなくなったらいけない、という怖さもあったんです。わら。バル、紫外線対策は、日焼け止めをこまめに塗る、くらいだったのですが、保湿に関しては、お風呂上がりの濡れたままの肌にオイルを塗って、その後にタオルで水気を取り、ボディクリームを重ねる、という流れを1年間続けていました。今では習慣化しています。ツアー期間中など、忙しい時期にも続けていたのはすごいです。久保、これまでは疲れた日はすぐに寝てしまうタイプだったのですが、撮影期間中はちゃんとしないといけない、という思いで頑張っていました。ただ、一年間しっかりできていたかはわかりません。わら。久保詩織の夢を叶える秘訣、モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、今回、ファースト写真集発売、という夢を叶えた久保さんが今思う、夢を叶える秘訣、を教えてください。久保、夢を書き出すことが大事だと思います。私は昔から、夢ノートを作っていて、写真集を出す、ということも、実は数年前にノートに書いていた夢だったんです。バル、もちろん、これまでの経験を通して、夢を言葉にすることの大切さも知っているのですが、全部の夢を言えるわけではないと思います。そういった夢は自分の中だけで消化せず、消えないペンで書き出すことがおすすめです。そして、そのノートを大事に取っておくことも大切。そうすれば、夢が叶っていく過程が分かって自信につながりますし、目標がそこにある、と思うだけでも頑張れると思います。現在も、夢ノートを書く機会はありますか？久保、あります。今の私は、どれくらい夢を叶えられているんだろう、と思いながら定期的に開いているのですが、線を引いたり、書き足したりするのも本当に楽しいです。貴重なお話、ありがとうございました。